相手に効くリバースカットの数。用途として間違えやすいのが、決め球としてリバースカットを打つとかクロスカットを打つとかって考えてる人は、ちょっとだけ考え方もう一つ増やしてください。はい、バドミントンスキルアップスクール三島です。本日はですね、何でしたっけ、リバースカット、はい、相手に効くリバースカットのコツ、相手に効くリバースカットのコツを、教えてくださいということで、まあ、どうやってショットを効かせるかっていう基本的なところだと思います。もしよかったら皆さんの参考にしてみてください。基本的にはリバースカット、リバースカットを打つんですが、体の使い方とラケットの面の使い方でどうやって効くかっていうのが決まってくると思います。一番はベースとしてあるのはストレートのハイクリアですね。ストレートのハイクリアからのストレートのハイクリアのスイングで、リバースカットですね。ちょっと言ってみますね。ストレートのハイクリア、危ない。ちょっとですね、連日講習会が続いておりまして疲労がピークでございます。クリアを打つね、クリアを打つね、こうやってクリアを打つところで打ちますからですね。クリアを打ちます。ターン、ターン、クリアを打ちます。同じクリアですから、これまず効いてると思いますね。それと、もう一つは、そうですね、女子の選手は結構多いかな。リバースカットを使っている選手が結構多いと思います。追い込まれると、クリアでこう逃げる選手が多いんですけど、もう逃げる選手、逃げてくるだろうなって思っているところでリバースカットとか、うん、っていうのも一つ。クリア、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 ドリブルクリアが来た時にリバースカットですね。来た時に追い込まれてて、クロスですね。クリア打つ、クリア打つ、追い込まれてクロスですね。女子の場合は、そこからコーンと奥に、押し返す場面が多いので逆に効くと思います。ちょっと流れの中にやってみると、有効打の一つになるんじゃないのかなと。でストレートで打つときもリバースカットっていうのは、羽根反対に切るので、失速していきやすいんですね。でリバースカットを使ってる僕が使ってるメリットっていうのは、やっぱり下から取らせることが有効なので、球足の短いドロップを、打つときによく使ってます。でスマッシュ、スマッシュ、リバースみたいなね、一つパターンがある。スマッシュ、スマッシュ、リバース。同じスマッシュから、スマッシュ、スマッシュ、リバースとかね。こういう使い方ができると、もう一回さらに下からすくわせて、甘い球を打っていくっていうのができやすいですね。スマッシュ連打するよりかは、こういうね、ラケットで、ラケットの、ラケットを動かさせる、ここでこう通らせて、通らせて、もっと下から通らせて、ラケットが下がっているところの肩口に持っているとか、そういう組み立ての一つとして、
リバースカットを使われたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、用途として間違いやすいのが、決め球としてリバースカットを打つとかクロスカットを打つとかって考えている人はちょっとだけ考え方もう一つ増やしてください。なぜクロスカットを打つか、これ、はい、相手がサーブします。パー、ストレートにドロップ来た時にはこの人はここで取れますよね、はい、ですね。クロスカットが来た時にはこの人はここで取りますよね、うん、っていうことはストレートは読まれてるからクロスはサイドラインめがけて打たなきゃいけないって思ってることを変えてください。何のためにクロスを使うか、ここで取られる球をここで取らせてたらそれはクロスに打ってる意味がもうすでにあるんですよ、うん、でも勘違いではないけど、よく学生のプレーとかジュニアのプレーを見てると、もうこのキワキワのところにクロスカットが落ちないといけない。そうではなくてですね、そうではなくて、もう一つ考え方を増やすんです。サービス打った相手が、ここでネット取られて仕掛けられる、振られるっていうよりかは、それよりも下で取らせる。下で取らせることによって、ネットプレーは当然上がって落ちてくるので、待機時間長いですよね。その間自分は取りに行ける時間も長いし、ここまでクロスカット打ってしまうと、次自分が動かなきゃいけないのもここなんですよ。うん。で、もっと言うと、相手はここからまっすぐラケットを振れば、サイドラインに行くんですよね。スマッシュレシーブもそうです。うん。スマッシュをいいコースに打てば打つほどラケットの面をまっすぐ出してればまっすぐ返っていくんです。おうおう、分かりますか？ちょっと足蚊に食われてかゆいですけどここに打つメリットは何かですから、外に流れているという球をこの人がここからさらに外にコントロールする技術っていうのは結構難しいんですよね、うん、ということは次の返球コースっていうのはここから内側って考えたらどうでしょう。狭いですね。そうなんです。次狭いんです。で、ここまでカット打てば決まるか決まらないかのカット打つとコートの中に入ってるんだけど次の球がきっちりサイドライン抜けてくるんです、うん、で打ってる人は打ったらきっちりサイドライン抜けてくるから立ってクロスカット打ついいコースに行ってるんだけどきっちりサイドで狙われちゃうからバックで入らなきゃいけなかったりとかラウンドのところこの辺から打たなきゃいけない。ここから打った次の球はまっすぐ打ってもクロスに打っても広いコースに返ってきちゃうんですね、うん、そうすると自分がクロスカットを打って有効打を打って攻めてるって思っててもその次の展開っていうのは自分は大きく振られやすいんです、うん、だからクロスカットのイメージっていうのはサイドラインじゃなくてここでいいと思います、うん、僕の考えです。ですが、この辺ですね。この辺からサイドに打つ技術、ここのちょうどワイドの部分ですね。ここじゃなくてこのここ側の部分を狙う技術がある人はやっぱ強いと思います、うん、でそういう人に対してはやっぱりクロスっていうのはもう少しだけコントロールも必要なのかなと思います。でリバースカットもっと効かせるとか、はい、もっとショットの質が必要だとは思うんですけど、対自分と同等であったりとかここよりサイドにコントロールできない選手に対してわざわざ自分がいいコースに打つ必要はないと思います。ナイスショットっていうのは何かって言ったらまっすぐ打ってたらここで取られてたはずの球がここで取らせることができた、もうこの時点でナイスショットですね。これだけ取らせる位置が違うんだから。言い換えたらストレートの球も上で取られなければナイスショットですね、うん、でも世間一般的に言われるナイスショットっていうのはこういうサイドだったりエンドラインギリギリだったりスピンネットだったりノータッチギリギリの球をナイスショットって言われると思うんですけど、
僕の思うナイスショットっていうのは自分が思ってる高さよりも下で取らせるショットが打てた時にはそれはナイスショットなんです、うん、だからゲーム中にマイナスに考えることはないです。ほぼあ、今のいいの来た、ここから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 っていう展開が生まれてくるので、クロスカットに対しての意識っていうのも使い方っていうのも、あまりサイドサイドって意識がいかないように下で取らせる、少しでも下で取らせるためにリバースカットであったりとかクロスカットを使うっていう風に使い方をしていったら有効だとしてもっと役に立つんじゃないのかなと思います。ということで今日はここまで。じゃあ。じゃあ。